はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのサクチャレ特攻キャラ狙い撃ちガチャを引いていきたいと思います。バナーキャラが大田くん、国樹くん、レイリー、ルカティンと、この4キャラになってまして、で40連目まで引きますとバナー PSR、1枚確定という感じなので、まあ、この、ね、バナー PSR1 枚の40連目まで引いていきたいと思います。まあ、キャラを、ね、見る限りもう野手キャラなん でかつ PSR も1枚保証してくれてるんで、もうエビルサクチャレは野手で頑張りましょうと案に言ってるものだと思います。で、まあ、大田くんとかね、そもそも俺持ってないし、レイリーも35だし、まあ、やっぱりねここら辺の PSR は、持っておいて全然損はないと思いますので、40連目まで引いていきたいと思います。まあ、また例によって単ガチャからやっていきますか。ほい、レイリーのね解放がもう全然進んでないからね。あ、ルカティン、あれ PR とか俺持ってなかったんだ。あ、ちなみにねルカティンも全然解放されてないんで、まあかといって PSR が出たところでPSR 自体も全然解放はできないと思うんですけど、10連目、これなんだっけ？ SR 確定か。まあ、やっぱりね、レイリーがいいよね。金徳もいいしね、レイリーは。ちーちゃんか。てか、レイリーの R が普通に2枚。あ、シドレミちゃん。あ、国樹くん。おまけ1枚とかなんか大して意味ねえな。じゃあ20連目、20連目と30連目はバナー SR か。そうか、ここで通常の SR 大田くんが手に入るかもしれない。やっぱエビルやる上ではね、エビルキャラどれだけ持ってるかっていうのも重要ですからね。っていうか、まあこの2人なんだけど、あ、来た。とりあえず大田くんはゲットしたな。で、大田くんをゲットしたってことは、今まで大田くんを借りてたんで、大田くんは35にして佐伯さんの50を借りるかっていう手もありますよね。まあ、そこはちょっと大田くんの解放率とかを見つつ考えていきたいと思います。あ、ちなみにまだサクチャレやってないんで、あのやっぱサクチャレをやるちょっと時間がなくて、とりあえずガチャを引いておこうと。多分まあ休みのところでサクチャレ一気にやる感じになると思います。2枚、国樹くん。国樹はねやっぱり覚醒してるんで、なるべく PSR プラゴにしたいよね。てかさ、俺ルカティン R も持ってなかったの。 R も PR も持ってなかったんだ。金原はちょっともうきらめき行きだな。さて、じゃあ、40連目バナー PSR いきます。あ、そうそう、あとね報酬が栗原舞ちゃんだっけ、なんか見たことあるけどあまり覚えてない。大田くんか。大田くんが PSR 出たってことは、大田くん自前で用意して佐伯さんの50を借りよう。大田くんはねなかなかいないんだよね、そのチケットに設定してる人が。だ、探すのも大変なんで、じゃあ一応そういう編成で考えていきましょう。というところで、ちょっとサクチャレの報酬を見てみます。はい、こちらですね、パワプロシリーズおなじみのマネージャー、シリーズ通しておなじみなのちょっと分かんない、栗原舞ちゃん、彼女キャラですね。で、金徳は、投手だとディレイドアームか形勢逆転、野手だと、カンパか超ラッキーボーイで、一応 SR 以上だと、まあ、ミート上限アップ、ちょっと何レベルでつくのかは分かんないですけど、まだサクチャレやってないんで、通常 の配布用の栗原舞ちゃんも取ってないんで、で PSR だとコントロール上限アップ、確か42でつくとかそういう感じだったかな。というところで、まあ、PSR があると野手でも投手でもどっちでも上限アップがつきますというようなところになってます。
まあ、一応このキャラがあと、まあ、デートの経験点とかでねどれだけちょっとくれるのかっていうのは分かんないですけど、まあ例によってね、普通に経験点をそれなりに叩き出せば1枚くれるはずなんで報酬で、まあ、あとはどれだけ解放できるかっていうのがエビルサクチャレの、ポイントになると思います。まあ、一応そんなところで、ちょっとまだサクチャレ自体をね、やってないんですけれども、またちょっとやったら動画にしようと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。